はい、皆さんこんにちは。前回の動画では母親と一緒にディズニーランドへ行ってきました。今回はまた一人です。今週はディズニーシーに行ってグルメを中心に楽しんでいきたいと思います。今回の動画最後まで見ていただければ、ディズニーシーボルケーニアレストランでのランチ、その他ディズニーシーのおすすめパークフード、8月土曜日の混雑状況、これらのことが分かるようになってますので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。本日は8月1日土曜日です。今まで14時からのチケットを買っていたんですが、今回は初めて11時からのチケットです。リゾラで向かいます。撮影しながら改札で引っかかるのはとても恥ずかしいです。11時開演の30分前の東京ディズニーランドです。やっぱり30分前だと人がかなりいます。東京ディズニーシーサウスゲートが近づいてきました。こちらも30分前ということでね、結構列ができています。直射日光で皆さんかなり暑そうです。はい、ということでディズニーシーのノースゲートの方に来ています。最後尾はバス停付近まで伸びています。7月に来た時よりもだいぶ人が増えてますね。現在時刻10時40分、開演の20分前です。20分前に到着するとかなり後ろの方で並ぶことになります。先頭まで50メートルといったところですね。はい、ということで無事にインパすることができました。かかった時間はだいたい6分ぐらい、意外と時間はかかりませんでした。やっぱりディズニーシーのアクアソフィアを見ると心が洗われますね。水の音もとても気持ちいいです。ちなみにこちらを向いているのはアフリカ大陸です。早速まずはボルケーニアレストランに向かっていきたいと思います。ボルケーニアレストランがあるのはミステリアスアイランドです。ちょうど海底2万マイル付近ですね。まだ11時過ぎということもあってか、お客さんはほとんど並んでいませんでした。今日はずっと直射日光に当たってるので、シミができないか心配です。メニューの看板がこちら。今日食べようと思ってるのはボルケーニアセットです。冷やし担々麺か麻婆豆腐のあんかけチャーハンを選ぶことができます。これ以外にも単品で料理を頼むことができます。ソフトドリンクのチョイスって書いてますね。チョイス、なかなかいい響きです。今回冷やし担々麺を注文することにしました。今日は黒い服で来ているので担々麺の汁を飛ばしても大丈夫です。はい、到着しました。ボルケーニアセット、左にあるのが冷やし担々麺です。右側にあるのがよだれ鶏ですね。まずはこれから食べていきたいと思います。料理の名前によだれがつくとちょっと心配になりますけれども、こちらのよだれ鶏かなり美味しかったです。味は甘口ですね。鶏肉の枚数もかなり入っています。ピーナッツみたいなのが入っていて、これがね、鶏肉とよく合いました。こちらはコーラに見せかけてアイスコーヒーです。めちゃくちゃコーラに見えます。続いてメインの担々麺、のりにはミッキーの姿がデザインされています。こちらの冷やし担々麺、かなりね、野菜が入っていました。ヘルシーですね。動画で伝えきれてるか分かりませんけれども、冷やし担々麺かなり美味しいです。全然辛くないですね。中華料理って感じの味がします。最後はこちら杏仁豆腐です。めちゃくちゃ美味しそう。杏仁豆腐の他にイチゴ、タピオカ、みかんフルーツが入っています。どこから食べるか迷った結果、耳から食べました。ボルケーニアレストランの杏仁豆腐、想像以上にプルプルしていました。弾力があってめちゃくちゃ美味しいです。こういうのは最後に食べる派です。ごちそうさまでした。せっかくボルケーニアレストランでご飯を食べたので、ボルケーニア火山を満喫していきたいと思います。来ているのはセンターオブジアースです。センターオブジアースの待ち時間表示は40分でした。ちょっと待ちますね。担々麺の消化にはちょうどいいです。やっぱりソーシャルディスタンスの対策で列がかなり伸びてますね。長い列ができています。待ち時間の表示通り、だいたい40分で乗り場に到着しました。続いてやってきたのはこちら、アラビアンコーストです。喉が渇いたので飲み物を買っていきたいと思います。飲み物を買うのはこちら、カスバフードコートです。提供はハウス食品になっています。ちょうど時間がお昼過ぎだったので、店内はそこそこ混雑してました。はい、ということで購入したのはこちら、ラッシーです。オレンジゼリーとマンゴーのラッシーです。かなりいい色をしています。キャストさんにかき混ぜるよう言われたのでかき混ぜています。これが正しい混ぜ方かどうかは分かりません。オレンジとマンゴーのラッシー、こちらもかなり美味しいです。ちゃんとオレンジ、マンゴーそれぞれの味がしました。
続いてシンドバッドに乗っていきたいと思います。待ち時間は10分です。シンドバッドもソーシャルディスタンス対策ということで列が屋外に伸びています。ジャスミンのフライングカーペット側に伸びてますね。続いてやってきたのはこちら、ロストリバークックハウスです。レイジングスピリッツのすぐお隣にあります。注文するのはこちら、スパークリングタピオカティーマンゴーです。名前の響きからして美味しそうですね。スパークリングタピオカティー、想像通りの味で美味しかったです。スパークリングなので微炭酸ですね。タピオカもたっぷり入っていて吸うのが楽しいです。暑かったのであっという間になくなりました。現在時刻14時18分。今度はまた別のお店に並んでいます。さて何のお店に並んでいるでしょうか。並んでいたのはこちら、シェイブアイスストロベリーです。かき氷ですね。タピオカに続いてかき氷も楽しんでいきたいと思います。買いました、シェイブアイスストロベリー味。カップにどっさりとかき氷が入っています。ベンチの上に置いてるんですけれども、カップをぶちまけないかヒヤヒヤしながら取っています。ストロベリーのシロップがたっぷり入っていたのが個人的に嬉しかったです。ご覧の通り下までシロップが入っています。シェイブアイスはハンガーステージ横に売ってますので、ぜひ皆さんも食べてみてください。現在時刻10時45分。ストロベリー関連の飲み物買えるということで、マーメイドラグーンの方に来ています。向かうのはセバスチャンのカリプソキッチンです。ここかなり涼しくていいですね。到着しました、セバスチャンのカリプソキッチン。ここで買うのはストロベリーヨーグルトドリンクです。それがこちらですね。文字通りストロベリーとヨーグルトがドリンクになっています。夏にはぴったりのドリンクです。僕フルーツだったらイチゴが好きなんですが、イチゴ好きにはかなりおすすめできるドリンクです。セバスチャンのカリプスキッチンそんなに並んでないんでね、皆さんもぜひ休憩がてら飲んでみてはいかがでしょうか。続いてやってきたのはこちら、ポートディスカバリーです。こちらでもパークフードを楽しんでいきたいと思います。今日はめちゃくちゃ天気がいいです。ホライズンベイレストランでお茶をしていきたいと思います。注文したのはこちら、季節のムースです。ドリンクはホットコーヒーを注文しています。ホットコーヒー、湯気が出ていて美味しそうです。季節のムースということなんですが、紫色になっているのはブルーベリーですね。かなり視力が上がりそうです。ボルケーニアレストランの杏仁豆腐とは反対側の耳から食べることにしました。こちらのムースもブルーベリーの味がしてすごい美味しいです。手前にあるホワイトソースみたいなのはコーヒーの味がしました。ムースの甘さとコーヒーの苦さがすごく合います。窓からはエレクトリックレールウェイも見れるので、店内の雰囲気はかなり最高です。ごちそうさまでした。本日はディズニーシーエレクトリックレールウェイをご利用いただきありがとうございます。アメリカンウォーターフロントステーションに到着です。続いてやってきたのはこちら、レストランさくらです。こちらのテラス席でご飯を食べていきたいと思います。注文するのはブラックペッパー照り焼きチキンロールです。レストランさくら周辺にあるベンチはかなり空いています。今回僕はこの位置でご飯を食べることにしました。こちらがブラックペッパー照り焼きチキンロールです。もう美味しいですよね。まだ食べてませんが、すでに美味しいです。そんなに暑くないだろうと思ったんですが、本当に暑かったです。皆さんもご注意ください。
ブラックペッパー照り焼きチキンロール、やっぱりね胡椒が効いていてすごく美味しいです。ごまもかかっててこれがいいですね。お肉もすごい柔らかいです。仮に歯がなかったとしても食べれると思います。それぐらい柔らかいです。ごちそうさまでした。今日実はパンツを買おうと思っていました。ただね、いろいろ見てたんですが、値段が2000円弱するということで、予想以上に値段がしたのでちょっとやめました。今度クリスマスあたりに買いたいと思います。閉園まで残り2時間、現在トイストーリーマニアに並んでいます。トイストーリーマニアの待ち時間は約40分です。トイストーリーマニア待ち時間はぴったり40分でした。ちなみに今回人生初めてトイストーリーマニア一人で乗ることができました。成長ですね。最後はドックサイドダイナーで食事をしていきたいと思います。注文したのはこちら、ストロベリークリームケーキ&プチシュークリームです。本日かなりの量のイチゴを消費しています。こちらのケーキもすごく美味しくて、スポンジとスポンジの間にストロベリークリームが挟まっています。ストロベリーのソースもかかっていて、いちご好きにはたまらない商品です。はい、ということで今回はディズニーシーのおすすめパークフードをご紹介してきました。今回は手頃に買えるフードをご紹介したんですけれども、次回以降はレストランの食事などもお伝えできればと思っています。今回の内容が少しでも皆さんのお役に立てば幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルではディズニー関連の動画日々アップしますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。